渡辺貞夫は日本のサックス奏者、ミュージシャン、作曲家、栃木県宇都宮市出身。鍋貞の愛称でジャズフュージョンのサックスプレイヤーフルート奏者として活動。父親は薩摩美和奏者、ビングクロスビー主演の映画ブルースの誕生を見てクラリネットを始める。栃木県立宇都宮工業高等学校を卒業後、1951年に上京。 銀座のクラブ等で演奏活動を始める。その後、宮沢明、森康翔太郎と出会い影響を受ける。1953年、秋吉敏子率いるコージーカルテットに加入。1956年に秋吉が渡米してからは、渡辺がバンドリーダーとなる。コージーカルテット解散後の1958年には、ジョージ川口ビッグ4に加入。 1961年初リーダーアルバム、渡辺貞夫を発表した。1962年にアメリカ・ボストン市のバークリー音楽院に留学した。在学中にチコ・ハミルトン、ゲイリー・マクファーランド、ガボール・ザ・ボトと共演。ゲイリー・マクファーランドを通じて、ボサノバの魅力を知る。1965年に帰国後、多くの内外ミュージシャンと共演し、 日本ジャズ界で活動する一方、ボサノバをジャズの世界に紹介した。1968年にはニューポートジャズ祭に出演。1969年に発売されたアルバムパストラルからは、いわゆるジャズを超えた音作りに取り組み、1977年発売のアルバム渡辺貞織サイタルでは芸術祭大賞を受賞した。リー・リトナー、チャック・レーニー、 ハービー・メイソン、デーブ・グルーシン等を従えて制作したフュージョンアルバムカリフォルニア・シャワーはジャズ界では珍しいヒット作となった。カリフォルニア・シャワーは同年の千葉新一主演テレビドラマ十字路にも劇中で流されており、このドラマには CM でも共演する草刈雅正夫も出演していた。アート思考、職人気質が多いジャズ奏者の中では珍しく、CM や テレビ番組などメディア出演も積極的に行っている。アフリカ音楽とワールドミュージックのエッセンスをいち早く吸収し自身の音楽世界に反映させた。挨拶でもスワヒリ語のジャンボを使用する。1984年4月第1回宇都宮市民栄誉賞受賞。1988年5月ロサンゼルス名誉市民賞を受賞。 1995年11月、四十法賞受賞。1996年、米国バークリー音楽大学より名誉、音楽博士号受与。2002年6月、第1回栃木県民栄誉賞受賞。2005年に行われた2005年日本国際、博覧会、愛、地球博では、政府出展事業の総合監督を務め。 シェア・ザ・ワールド心つないでへの作曲を担当した。その功績を認められて11月に朝日賞受賞を受賞した。2011年4月に国立音楽大学で設置されるジャズ専修の翔平教授に就任。2014年6月、栃木県名誉県民。近年は青少年への音楽の普及に取り組んでいる。また、JFN カメラジオ局の番組。 渡辺貞夫ナイトリー・ユアーズのパーソナリティを務め、東京 FM の番組審議委員会の委員でもある。2015年10月、ブラジル政府より、リオブランコ国家勲章が授与される。1960年から1979年、1980年から1999年、2000年から2019年。ありがとうございます。